只見線駅ブラ、今日は七日町駅です。こちらの駅なんですが、とっても素敵な場所なんですよ。ノスタルジックな雰囲気の外観もさることながら、ご紹介したいのがこちらです。この中が可愛らしいアンテナショップとカフェになっているんです。ホームを眺められる席でこだわりの水出しコーヒーを飲むことができ、そして店内には会津地方17市町村の工芸品などが並びます。あ、私これ大好き。たくさんあります。見てるだけで楽しくなりますね。こちら食品もあって、わあ、お、ここには只見線グッズじゃないですか。素敵なカタログもあって、これはお水ですね。いいな、素敵なパッケージですよ。美味しいんでしょうね。いろいろな商品がある中、私が特に気になったのがマスク。かわいい。あれ、あ、これデザインが違うんですね。どれにしようかな。大胆なデザインのこちらのマスクは全部で4種類あります。とっちゃん喜ぶね。これどれがいいですかね。そうですね、結構人気なのはやっぱりこの新型のこの黄色いアクセントが入ってるものなんかは結構人気で売れてます。これがナンバーワンですか。そうです。じゃあこれしようかな。ありがとうございます。そうですね、ちょっと濃いめの。改めてなんですけれども、はい、10月1日に只見線が開通ということで、どうですか、お気持ちとしては。そうですね、私たちもとても嬉しく思っております。以前よりはすごく街が静かになっていて、とても寂しいなと思ってはいたんですけど、これを機にまた賑やかな街に戻ってほしいなって思っております。やはりここで働いてるからこそ一層そういう思いは。そうですね、はい。今後はさらに只見線グッズを増やしていく予定だということです。お邪魔しました。つけてる。早速買ったマスクつけました。どうですか、かわいいでしょう。カラフルでかわいいですよね、はい。さあ今回の旅どこへ行こうかなとパンフレットを見ていると、一瞬黄色はあれなんだと思いますよね。周辺の地図と、あとは、おお、これは甘いもの好きにはたまらないですね。街歩きスイーツという素敵な企画を発見しました。しかもすべてワンコイン、500円で楽しめるということなんです。このパンフレット片手に駅ブラスタートです。いいなまずは七日町通りを散策。レトロでいいですね。この辺りとか本当にタイムスリップしたみたい。パンフレットを頼りにまず向かったのは、会津の天神様でおなじみの菓子店太郎庵が現存する蔵をそのまま利用してお店にしたこちらです。歴史感じますよね、うん。こんにちは。いらっしゃいませ。お邪魔します。今街歩きスイーツというパンフレットを見てこちらに来たんですけれども、はいはい、ありがとうございます。黄色いタグがついたケーキからお選びいただけます。黄色いタグがついたも、はい、ワンコイン対象商品から、はい、ドリンクもついていいですね。ついてないんですけど、ちょっと気になったものが、このでっかいイチゴのケーキって、これ一番大きなのはイチゴですか。これそちらですね、実はいちごのムースでできたいちごを乗せております。本物みたいですね。はい、ヘタだけ本物がついてるのは、とても本物に似せて、はい、皆様驚かれて好評のケーキです。何にするか迷いましたが、ワンコインのセットはこちらのロールケーキにしました。大きめでいいですね。一緒にぜひ新発売の会津の弁天様なんかもよかったら。はい、まずパッケージがとても可愛いですね。ありがとうございます、
あのアーモンドとバターと、はい、あの会津の米粉を使ったおまんじゅうなんですけど、喫茶スペースで待っていると、お待たせいたしました、てんてん様とデラックスシューロールとアイスコーヒーですね。すごいボリュームですね。はい、すごくお腹いっぱいになると思います。そうですよね。はい、500円と比べるとこの大きさ伝わりますか。そこは別に関係ないと思うけど、いちごと同じぐらいの大きさ。実はこちら、他のケーキを作る際に出る切れ端部分もたっぷりと詰め込んでいるんです。いただきます。一口でいろんなスイーツを楽しめますね。よかったです。いちごも入っているし、キウイも、はい、あとバナナも入って、そうですね、バナナも入ってますよね、はい、続いては新発売の会津の弁天様。アーモンドパウダーがとってもいい香りがしますね。生地にも中のあんにも表にもアーモンドがたっぷり使ってますので、すごく香りがいいと思います。おまんじゅうの概念をちょっと覆すかのような、本当に新世代のおまんじゅうですね。はい、実はこちらのお菓子にはあるテーマがあるんです。あの弁天様なんですけども、あの会津の飯盛山に祀られていて、はい、飯盛山に残る弁天様の伝説にちなんで作られたお菓子だったんです。へ、知らない女性の方が厳島神社を建ててる方たちに赤飯を分けて配ったっていう話があって、でもその方がすぐ消えてしまったそうなんですね。で、今の方は誰だったんだろうって、きっとあの弁天様じゃないかっていう伝説が残っています。そうなんですね。会津の伝説を美味しく知ることができるこちらのお菓子、皆さんもいかがですか。再び七日町通りへ。もうね、夏ですね、かき氷の季節ですね。そして今回私がもうこの旅で絶対に行きたかった場所があるんです。もう見えてます。それがあちらです。鶴の江酒造さんです。私が愛してやまない日本酒の酒蔵です。またいいところ見つけたな。はい、行ってきました。200年以上の歴史を誇る酒蔵、鶴の江酒造。真ん中にドーンってありますもんね。こんにちは、お邪魔します。わー、すごい、ぐるっと360度全部お酒ですよ。いつは酒ワールドですね。でもこんなにいっぱいあるんだ。まだ飲んでないのがたくさんある。ちょっとね、今私だいぶテンションが上がってます。伝わりますか、この興奮。はい、マスク越しでも隠しきれてないですよ。こんにちは。いらっしゃいませ。もう見入っちゃいました。ありがとうございます。全部この奥の蔵で作ってるお酒になります。はい、そうなんですね。はい、これまで数々の賞を受賞している鶴の江酒造ですが、例えばこちらのお酒はなんと日米トップの懇親を深める晩餐会で振る舞われたことも。そうでしたね。はい、数々の素晴らしい日本酒がここで作られているということで、酒蔵って少しだけ見せていただくことってできますか。はい、では特別にお見せします。嬉しい。はい、ご案内いたします。お願いします。はい、準備できましたか。準備できました。はい、じゃあ蔵の方に。案内してくれるのは向井さんの奥様です。鶴の江酒造のゆりです。私今すごく感動しています。あのゆりのお酒を作ったゆりさんですよね。はい、はい、嬉しい。 ありがとうございます。残念ですが今日はここまでです。おやおやおや、後半は酒蔵で出荷作業を体験。うん、おいいの。そして蔵元でしか手に入らない貴重な日本酒も。
飲んじゃいました。さらに、こんにちは。こんにちは、福島テレビの松山です。いつも見てます。ありがとうございます。嬉しいですね。ますから後編は来週水曜日に放送予定です。お楽しみに。